ビットコイン、きたー！藤間でございます。今日もビットコイン、イーサリアム、リップル、IOST、そして ICP のチャート分析をしていきたいと思います。このチャンネルでは仮想通貨や株のチャート分析を毎日配信してますので、投資に興味がある人やお金持ちになりたい人はぜひチャンネル登録をしてみてください。はい、そしてちょっとね、お知らせなんですけど、今日からね、僕ちょっとメルカリを始めました。来年にね、新しい家建てようと思ってて、ちょっといろいろ断捨離してるので、僕のね、私物をね、メルカリで販売することにしてまして、早速もういくつか、売れてます。気になった人はね、メルカリで藤間とか検索したり、ハッシュタグ藤間と検索すると、僕のページ出てくるので、僕をフォローしてみてください。はい、じゃあね、今日も仮想通貨ニュースを読み上げてチャート分析したいなと思います。今日はもちろんこれですね、ブルームバーグの記事で、アメリカで初めてビットコイン先物 ETF が承認されましたってことです。資産運用会社プロシェアーズは、ビットコインの先物ベースとした ETF を18日にローンチということです。18日というともう、あと4日しかないんですね。プロシェアーズが18日に、まあ、ローンチ日として設定しました。で、ニューヨーク証券取引所が、で売買されて管理費は 0.95% ということで、いよいよね、もうそのなんていうんですかね、メジャーなその金融市場でビットコインがトレードできるみたいなね、そういう世界になってきたんですけど、やっぱそれによってね、かなりそのビットコインに対する期待感が生まれてね、昨日もかなり爆上げしてますね。多分ね、まだ残り20ぐらいね、ETF し、申請中ですので、またいくつかポロポロとね、承認されましたってニュースが、出てくると思います。はい、というわけで、まあ、これはもちろんプラスマルシューで、プラス9ぐらいにしたいなと思います。はい、じゃあ、ビットコイン、チャート分析聞きたいと思います。ビットコインね、上げましたね。4万3000ドルまで上げました。もう史上最高値まで残りもう20万ぐらいのところまで、来たというところですね。ちなみに、円建てではね、もうアーテハーしたみたいなんですけど、まあ、世界市場はね、もちろんドル建てで見られているので、まだ僕はアーテハーしたとは見てないですが、まあ、するでしょう。まあ、ここまで言ってるので、すると思いますが、まあ、かなり強いね、大陽線出てますよね。まあ、このね、ウェッジっぽいところからの上抜けということで、まあ、今日はちょっと落ち着いて、一段下げて、6万1400ドルぐらいなんですけど、まあ、このままちょっとね、陽線続く可能性も、まあ、全然あるかなと思ってます。日足では RSI が74なので、まあ、一旦の調整はある可能性あると思うけど、でもビットコイン強くなるとね、日足で RSI80 とかまで引いていくので、押し目を待つのはちょっともうね、難しいのかなと思ってます。まあ、週足でもこんな感じで、まあ、しっかりね、3週連続で陽線出てますので、まあ、どっちかっていうともうこの辺みたいな感じなんですよね。もう毎日、上げていくみたいなね。そんな感じなので、もうちょっと押し目を待つのは厳しいので、まあ、下げても、ロスカットならないように、トレードは、ま、レバレッジ低めでね、まあ、僕は前、いつも3倍ぐらいでって言ってるんですけど、まあ、それぐらいにしといたら、例えば100万円幅落ちてもロスカットならないので、3倍ぐらいにして、まあ、あんま欲張らずにね、ロングして、ビットコインが1000万、2000万になるのを待ってばいいかなと思ってます。そうですね、直近は、まあちょっと調整あるかどうかはちょっとね微妙ですね。勢いがかなり強いので、はい、じゃあイーサリアムいきます。イーサは今日からね結構アルトコインもね、上げてきてますので、イーサもしっかり上げてきてるんですけど、こんな感じ、3990ドル。僕が言ってたね、4000ドルの、この上限までタッチしてるので、FX してた人は一旦利確してもいいかなと思います。やっぱここかなり意識されますので、この三角持ち合いね。一旦売られて落ちるって可能性もあるので、まあ、無難に利確しといた方がいいでしょう。利確して、ここをちゃんと上抜けたら、またロングするって感じでいいんじゃないかなと思ってます。まあ、現物もね、同じように、まあ、利確するっていう感じでもないかな。あ、ちょっと待ってくださいね。おっと、あ、これ上抜けたのかな？あ、上抜けてますね。失礼しました。上抜けてますね。しっかり引いてみたら上抜けてるので、このままロングしちゃっていいんじゃないかなと、思いますね。はい。イーサリアムもロングして、まあ、イーサリアムね、100万円ぐらいまでは飛びそうな気がするので、まあ、それぐらいをめどにね、ロングしていけばいいかなと思います。ゲームツアーも早めに買った方がいいですね。
じゃあ次、リップルです。リップルも今日久しぶりに、ちょっと上げてますが、まだ弱い。1.15 ドル、127円ぐらいですね。まあ、こんな感じで、まだ三角持ち合いにいますので、まあ、一旦 1.25 ドルは売られやすいでしょう。ただ、ま、直近ね、こんな感じで下髭が結構出てますので、まだね、結構上には上がりそうになってますので、まあ、一旦 1.25 ドルまで上げたら、ま、ロング利確して、再度、三角持ち合いを上に抜けたら、ロング、再度ロングしていくみたいな感じでいいんじゃないかなと思います。まあ、スエルまであと4週間になりましたので、まあ、200円以上とかは全然期待できるかなと、11月。思ってます。はい、じゃあ次、IOST 行きましょう。IOST まだね、あんまり上げてないですね。0.052 ドルなんで、まだ6円未満ですね。5.8 円ぐらいかな。うん。まあ、チャンスです。まだ引き続きね。この水平線、0.05 ドルの水平線がかなり、サポートとして効いてるので、まあ、この辺から買っとけば、10円以上になった時に、2倍、3倍ぐらいの利益出せるかなと思ってます。はい。そういうことで、見事変わらないですね。じゃあ次は、ICP。これバイナンスに、上場してるコインなんですけど、こんな感じでね、上場した時にめちゃくちゃ猛烈に売られたんで、チャートがかなり見づらいことになってるんですけど、まあ、ちょっと拡大したら、今ね、単純に、まあ、レンジなんですよね。水平線がまず、横に、この辺かな ?56 ドルぐらいのとこ、この辺、55ドルとかその辺ぐらいに、まあ、ここを引いたら分かりやすいと思うんですけど、下のボックスと上のボックスがあるって感じ。ここがレジサポなんですけど、今ちょっとダブルボトムっぽくなっていて、ここも結構ね、買われてるんですよね。40ドルのとこね。40ドルのとこ買われてるんで、この辺から仕込んどけば、上に上がってきたりするときに、今ここが一番上が90ドルぐらいなんで、まあ、2倍3倍ぐらいはね、軽く狙えるかなと思ってます。うん。ダブルボトムからの90ドル、そっからの上みたいな感じで結構ね、3倍とか4倍ぐらい狙えるかなと思ってますので、まあ、まだ上げきれてないコインを買いたいって人はこの ICP もおすすめです。はい、ということでね、ちょっともうかなり上昇相場なんで、まあ、基本上ですね。どのコインも上なので、現物買うんだったら、まあ、まだ安いアルトコインとか仕込んでもいいし、FX は、まあ、ビットコインとか、ドットとかを、長期ロングするっていうのは、まあ、おすすめですね。まあ、レバレッジ3倍以内がいいと思います。はい、今日の動画役に立ったという方は、ぜひチャンネル登録と動画のグッドボタンお願いします。そしてね、今日先に言った通り、僕の、私物、今メルカリで売ってますので、メルカリで藤間な、を検索してみてください。普通にかなり安いです。市場の価格と同じぐらいに設定してますので、別に藤原のもんだからやったら高くしてるってわけじゃなくて、大体相場これぐらいですよっていうのが出てくるんで、その以内で設定します。はい、そして動画説明欄に僕がおすすめしている仮想通貨取引所を紹介しております。日本の取引所であれば、コインチェックとビットバンクおすすめです。そして、メインの現物の口座は、バイナンスがおすすめです。そして、FX 挑戦してみたい方は、バイビットおすすめなんで、ぜひ登録をしてみてください。最後までご視聴ありがとうございました。藤原でした。また明日。いろんな仮想通貨をトレードしてみたい人は、シンガポールの取引所のビットゲットもおすすめです。ビットゲットは世界第5位の大きな取引所になっていて、50種類以上の仮想通貨の現物取引と、20種類以上の仮想通貨の FX 取引ができます。特に、FX 取引は上級者のトレードをそのままコピーするっていうコピートレード機能、コピトレがあって、それがなんとね、ワンタップでできるっていうのが便利です。動画の説明欄のリンクから口座登録すれば500円相当のドルがもらえるのと、手数料が永年 10% オフになります。そして初めて入金した人は 5% のキャッシュバックがあって、最大ね5500円分のUS ドルテザーが、もらえます。ぜひ登録してみてください。この動画の説明欄またはこちらの QR コードにある私の LINE 公式アカウントでは、
株や仮想通貨、そしてお金に関するお得な情報を見つけたら配信しておりますので、ぜひ友達申請をしてみてください。そして、Twitter や Instagram についても、やっておりますので、この説明欄のリンクからフォローしてみてください。チャンネル登録はこちらから、そしておすすめ動画はこちらです。最後までご視聴ありがとうございました。藤間でした。